みのりんの感謝で無茶ぶりセカンドシーズン。おはようございます、川原みのりです。まあもう前回もメイクしてきてたんだけど、まあ普通の状態で来れることが嬉しいですはい、本日はですね、こちら宝島草加店さんにやってきております。で、まあ本日も初めてのお店さんで、どんな感じなのかがわからないんですけれども、ひとまず無茶ぶりの方を決めていきたいと思います。なるほど、また今日も3押しでんの機種名に3がついてるっていうのと、とにかく3がついてる台、ちょっとややこしいな。なるほど、わかりました。6はフリーですね、いつも通り。いきます。いや、もうべちゃべちゃです。あ、やばい。おおおおはい、2ということで、とにかく3のつく台、とにかく3のつく台、まあ番長3とかそういうのも OK ですよね、もちろん。まあ何かしら台の中から3の数字を探せばいいということかな。なんですけど、結構今日並びがすごかったので、ちょっと取れる台も限られてくるかと思うんですが、頑張って勝利目指して実践していきたいと思います。よろしくお願いします。いやいやいや、埋まっていますね。え、これ結構厳しくないですか。まず埋まっているという、3入ってればいいんですもんね。こういうのも OK ってことですよね。あ、巨人の星じゃん、私の大好きなでも巨人の星は、あ、3世、3世、3ダメいい。でもね、美味しい思いしたのは最初だけだったんですよね。どうしましょう。でも巨人の星当てていいなあれ当たって普通に面白いですよ、 ART。でも確か 5.9 号機かな、天井ないやつだった気がします。いいですか、ちょっとだけ1万円だけいいですかはい、とにかく3がついてる機種だったら何でも OK ということですので、なんか序盤からねだいぶ変化球でいきますけど、3世の、巨人の星いきます、情熱戦これね、この ART のコンダラッシュ面白いんですよ。入れれるかわからないけど頑張ります。あの本当に1万円勝負でいきます。なので長いはしない、長いはしないぞ。ボーナス当ててそこからやると入れるか、チャンスゾーン入れてそこからやると入れるか、まあ至ってシンプルな ART 機って感じですけど、いや本当はね、寝台行きたかったですよ、私も。ギアス3とか、その辺の思いっきり3がついてる台を。でも、いっぱいだったんですよ。メインどころがだいぶ埋まってる。お、ちょっと強め。これ、強茶じゃないかい？ほら、強茶。あれがあなたの巨人の星ね。ボーナス当たってくんないかな。なんか、あ、ボーナス察知みたいのあったかな。はい、星君、僕と勝負だ。僕から打つよ。それ、お茶です。はい、残念。だけどこっからチャンスゾーンとかの可能性もあるよね、多分。おう。あれはヒューマン、燃えとるか。燃えてますか。真の力を見せてやれ。おう。おう。そう。戦モード。絶頂だ。
はい、ART 全長、 ART にまっすぐ入るのもあったんですね。おお、強め、インパクトの瞬間までボールから目を離さない、はい、ステージが上がらないけど青のままですね。あ、いいよいいよ、はい、黄色、点火、弱っ、また、はい、どうせイケポチャでしょ、はい、残念ながら逆にでも天井ないからいつやめてもいいですね。ポジティブに行こう。びっくりした今なんかした私失礼しました、はい、おお、ロチェリー、おやおやおや、発見です、奥の勝ちだね、はい、残念、ちょっと待って、でもこれちょっともうちょっとだけ多分前兆とか座禅とかも行くと思うんですよ、ポズモードか、ちょっぴり追加入れます、約束破ってすいません、座禅モード、まだ早い、お、そしてお、おトーチェリー見てるよ、もう一回ドリフト、お、あ、お姉ちゃん、お姉ちゃんなのに、あ、ゴンダラチャンス打ちました、チャンスゾーンですね、 OKOK、 大事、このチャンスゾーンをクリアすれば ART 突入です。まあでもなんかレア役引けないと厳しかった気もするな、上だけじゃダメ、根性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 だけはあるらしい、根性、押せ、押せ、はぁ、あ、何もならんかった、1万1000円使いました、344ゲーム、でも大丈夫です、天井ないんで、バラエティしかほとんど空いてない、空いてない、いや帰んないですよパチンココーナーに来ました、え、巨人の星ありますけど、え、3世だこれも旧入魂3000の3はありますよ、ちょっとだけ1万円だけいいですか1万円というか残りの9000円、待って、それでどこし、旧入魂3000までがタイトルなのだろうか、まあいいか、はいはい、それではまたしても巨人の星に座ってしまいましたが、ちょっとだけこれもチャレンジさせてください、今1万1000円投資か、うん、めちゃめちゃ初打ちですので、というか巨人の星の U タイプの台があったことも知りませんでした、
まず初当たり引いて、継続率最大 77%、 変動するってこと？吸入コンマックス、まあ、ラッシュ的なやつが 55% ですね、突入率。なんかスロットのキャラクターめっちゃ可愛い系の感じのキャラになってたんで、違う人みたい、全然リアルですね、こっちは。あ、なんか上から落ちてきた。どうした？おー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 、お、ありがとう。連続演出とかはいかないのですか？いかない。超モード、日本代表バトルモード。なんだ、先輩すれば大ちゃん。おうおうおう、え、大チャンスじゃん。テンパったよ。え、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 熱そう。え、熱そう。あ、いえいえ、びっくりした。かけたい。え、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 なんか、あ、最強だよ。そこ当たりそうじゃないですか、これ。ちょっとびっくりした。おすごい、すごい。パチンコの台はどえらいことになっているな、今。これは当たってほしい。姉ちゃん。姉ちゃん。なんかすごい結構強いリーチにいっているんだと思うんですけど、これ当たんなかったら悲しい。はい、緑で良かったのかな今の。頑張れ。いやもう地球が、地球がやばい。外れるの。いや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 。ないんですか。ないです。当たると思うじゃん、こんなん。なんでさっきのあれ外したの。ちょっと後から面白くなってきちゃった。何何何何、急に急に、あ、びっくりした。あ、チャンスだけで上がるんですね、これね、上にね。ゾイゾイ、はい、赤チャンスだ。はい、すぐ怒られる。おっしゃっとったぞ。はい、うん、赤字サッカーボールを10球打ち返せ、打ち返せるのでは。これは発展、後半発展みたいな感じかな。え、打ち返せないの。おうわ、出た。おお、はい、なんて書いてた。ちょっと読めない。でも勝ちたい。あー、まあまあまあ、緑お願いしたい。ユー頑張って。あ、自撃。ああ、
や、どれも当たる気がしないんだよな。これ使ったらちょっと、いや、どうしようかな。え、当たったとこ見たいですか？いや、なんかどういうシステムなのか、まあ、なんとなく見て分かったけど、でもちょっとやってみないと分かんないなと思って、当てたいなとは思うんですけど、さっきの演出を外してしまったがゆえに、なんかこの台に対する私の情熱が全て燃え尽きてしまった感はあります。今日ね、え、赤だよ。ちょっと期待したい。いや、なんかもうチャンス来たもん。保留先読み的な感じ。多くやった。大チャンスです。来てます。次こそ。うん。チャンスは、でも緑だな。あ、怒られる。はい、すいません。はいはいはい、いいね。あ、またお叱り。おお、演出が変わるってこと？あ、すごいリアル。おおお、なんだタイマー。え、なに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 、どこ見たらいい？あ、激怒終了まで30秒あった。え、これでもタイマー的なやつだもんね。あ、熱いんじゃない？うん、当たるんじゃないか。これはさすがに当たってくれ。え、なんかこっちでも怒ってる。まだまだ、もう、え、まだまだ怒ってる。おお、ビッグチャンス。いや、もう当たるでしょ。いや、これ当たんないと。いや、あ、賛成から出てますね。すごい、これ当たんないとダメだ。あ、もう、あ、激怒が終わる。まだ、あ、ジャブ台ラブ始まった。ちょっとなんかもう込みどころいっぱいありすぎて。ああ、なに、はいはい、あー、見た。あ、今押せばよかったのかな。あ、ここでチャブ台ランプが発動しました。え、まだまだだ、まだだよね。いや、いいよ、赤だよ。まだまだだし、もう当たるよ。当たります。はい、もう金ですから、文字も全部。ここは白。このボールの行方は、え、よいよいよ、いやいやいや、絶対復活ある。え、じゃないと、じゃないと困る。おお、怒る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 。めちゃめちゃレインボーで怒られる。イエーイ、当たりました。もうなんか怒られすぎてド M になりそう。やった。ね、総投資はスロットから合わせて14,500円ですね。はい、はい、どこ狙ったらいいの？右打ちね。はい、よし。この戦いに勝利しないと旧入魂マックス入らないんですよね。
72回転。ここ来て3500円だけですもんね、スタンダードね。早い早い、319よく当たったよ。もう満足です、もうすでに。はい、君は日本代表のエースにふさわしいか僕が試してやろう。はい、花形を打ち取り日本のエースとなり、ボタン連打でオーラを昇格しろ。行くぜ連打。え、大丈夫じゃないの。おー、ダイビングボール3個出ました。え、絶対入るでしょう。いただきました。はい、え、どれがいいのかな。これでいいか。なんかこれが普通の一般的なやつっぽい。日本代表バトルモード、うん、日本 VS 韓国プレイボール。あ、なるほどね。ここに溜めるのね。はいはい、準備完了しちゃった。もう止めていいのかな。4個溜めて、でバトルで打てば当たり。継続ね。強いのかしら。ランナーは2、逆転勝利するのじゃ。3番ライトサモン。サモンさん、努力の男サモンが登場です。はい、救済勝負率最大 77% ですからね。笑わせないで。ダブナックル、あなたに打てるかしら。おう、おうおうおう、え、打つの。守らぬなんとです。ダブナックル、あなたに打てるかしら。かっこいい。おりゃ、センター懸命に追います。また連打集結。おい、来い、みんな来い、みんな来い。うー、あー取られた。ワンアウト。4番ファースト花形。日本の4番花形が登場です。普通に野球見てるみたい。お、早速なんだ。僕に任せる勝負の時が来たか。はい、なんか連続演出的な感じになるってこと。はい、勝負だ。笑わせないで。ザブナックル、あなたに打てるかしら。お願い。打球はぐんぐん伸びる。なんかもうちょっとチャンスアップの演出あんのかな。おい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 。うわー、あと一歩届かない。ちょっと終わっちゃいそう。牛乳コンマックス。5番、はい、キャッチャーバン。勝負強さには定評があります。勝負者得点権。おお、点検チャンス。笑わせないで。意外とやってくれるの。ダブナックル、あなたに打てるかしら。センター懸命に追います。いけんのかな。来いよ。あと一歩届かない。
全然ダメじゃん。でストライク以外の勝負の1球で発動。ああ。ファイナルジャッジメント。あ、でも赤になったのかな今のって。違うのかな。めちゃめちゃ変な歌を歌ってる。あ、なるほどね。パワープレイで、あー、うそ。いや、速攻で終わりました。何だったんだろうかなあ。あ、いやでも最大 77% だからそんなにないんだと思うな。ちょっと難しい、難しかったな。まっ、いっか。おお、すごい、風がすごい伸びる、すごい。足で地面に張ってね。